アジアナックスデスクトップ32006ワークステーション、ハンソフトリナックスは、リナックスディストリビューションの一つである。このディストリビューションは、韓国のソフトウェア開発会社ハンソフトリナックスによって開発されたもの。ハンソフトリナックスは2005年、レッドフラッグソフトウェア CO、リミテッドと、ミラクルリナックスコーポレーションが立ち上げた、エージョナックスプロジェクトへ正式に参加した。 エージョナックスはアジアナックスプロジェクトによって開発されたリナックスディストリビューションのベースとなる部分であって GPL ライセンスに従って無償配布される。アジアナックス参加各会社はこのベースを取り込んで独自のディストリビューションへと発展させ製品版をリリースすることとしている。アジアナックスの最新リリースはサーバー用とのみならずデスクトップやワークステーションとしての用途も視野に 入れている。サポートされる言語は中国語、日本語、韓国語及び英語である。ハンソフトリナックス2006サーバー、エージョナックスインサイドや、その後リリースされた、ハンソフトリナックス2006ワークステーションには、アジアナックスが採用された。現在、ハンソフトリナックスには、有償の製品版と、並行して、無償のオープンソース版が提供されている。そういった関係から、 ハンソフトリナックス2006ワークステーションは、ハンソフトリナックスオペネジチオン2へと名称が変更された。オペネジチオン3画が最新版である。ハンソフトリナックス OS は、サーバーおよびデスクトップ向けのリリースが存在する。オープネージョナックスの一環として、無償のオペネジチオンも公開されている。ありがとうございます。